有楽町駅ご通行中の皆様、私は参院選東京選挙区に立候補いたしております靴沢良二と申します。先日まで豊島区議会議員を務めておりました。参院選に出るために豊島区議会議員を辞職したわけなんですけれども、今回ですね、ウクライナがロシアに攻められたことにより、2つのことが判明したと思われます。一つは、同盟していない国は攻められる。もう一つは、核武装していない国は攻められる。ウクライナは核兵器をしこたま持っておりましたが、ソ連時代のものでしたので、返せと言われて返しちゃってあんな風になっております。日本はですね、日米同盟というのがありますから、同盟の方は安心なんですけれども、核兵器を持っておりません。ロシアが今回ウクライナを攻めた後に余力があれば、東の日本を攻めないとも限りません。ですので、世界の国々は合理的な国ばかりではない。なんか意味のわからない侵略や戦争をすることがあるのだということが、ロシアの侵略で分かりましたので、我々日本人もロシアの隣国として備えるべきであります。でですね、ロシアに攻められた場合、全力で防衛戦をやるわけでありますが、防衛戦の足かせとなっているものが日本にはあります。憲法9条であります。憲法9条は自衛隊さんの足かせとなっております。普通の国の軍隊でしたらば、これとこれ以外はやってよいという命令が下っているのに対し、自衛隊はこれとこれはやっていい、それ以外はやっちゃダメというような命令を受けております。自衛隊さんが働きにくくて仕方ありません。憲法9条なんかで平和は守れません。もしも9条があるだけで国が平和になるのでしたらば、世界中の国で採用されているはずであります。日本が中国に攻められないのは、ひとえに日米同盟があって米軍基地があるからであり、憲法9条があるからではありません。私たちは自民党の昭和のおっさんどもを憎んでおります。9条改正を70年も掲げておきながら、いまだに一言一句変えられないではないですか。昭和のおっさんどもは何をやっていたのかと、今のおっさんである我々が恨んでいるように、今のおっさんたちである我々が憲法9条なんていうですね、日本人は黙って殺されろ、こういうような法律を今のうちになくさないといけません。世界は合理的な国ばかりではないのであります。今のおっさんが頑張って、今の若者や今の子供に9条なんか残さない、
頑張る必要があります。子や孫のために頑張って窮状なんてものを今のうちになくさなくてはいけません。頑張るのは我々おっさんたちであります。若い方は恋愛や結婚や出産に頑張っていただかなければなりません。そういった若者を守る立場の我々いい年こいたおっさんたちが窮状なんてものをなくすために頑張ろうではありませんか。窮状は平和憲法などでは全くありません。日本人は抵抗せずに黙って殺されてなさい。こういう悪い法律であります。この悪い憲法9条なんかを守ろうとする連中、例えば共産党、例えば立憲民主党なんかはですね、人民軍に日本を攻めてもらいたくて仕方がないからそれをやってるんですよ。連中がやってる平和活動と称するものを皆さんご覧になればわかります。連中がやっている活動は平和活動ではありません。防衛妨害活動一生懸命やっております。目的は人民軍に日本を侵略させたいからであります。私は沖縄やその他で暴れている平和活動家、すなわち防衛妨害活動家ども外観誘致主義者と呼んでおります。あるいは敗北こそが目的である敗北主義者と呼んでおります。奴らが御所を大事に守る憲法9条なんかを若い人に伝えてはいけません。我々いい年こいたおっさんが頑張って9条なんてものを今のうちになくしましょう。おっさんたち頑張りましょう。若者と子供、未来の日本のために誰が何と言おうと9条なんてものは廃止しなくてはいけません。私はそう思っております。